こんにちは、ゆうゆうホルンです。前回から引き続きですね、子供か大人の教科書から、2012年9月にアップした、過呼吸の対処法、ペーパーバッグ法に注意という動画をピックアップしたいと思います。こちら実用性のある動画となってますので、ぜひご覧ください。それでは、過呼吸の対処法、ペーパーバッグ法に注意。過呼吸の対処法、ペーパーバッグ法に注意。過呼吸とは、過剰に呼吸を行うことですが、一般的に精神的な要因によって起こる過呼吸を過換気症候群と言います。10代、20代の若い人に多く発症が見られ、呼吸が早くなる以外に手足が痺れたり、めまいを起こしたりします。対処法として、ペーパーバッグ法という方法を聞いたことがありますでしょうか。紙袋を口元に当て呼吸を行うというものです。このペーパーバッグ法は一般的によく知られている方法ですが、最近では行われないケースが多いようです。低酸素状態に陥り、窒息する可能性があります。死亡例もあり、ペーパーバッグ法の有効性に疑問視する意見が医師や専門家からも出ていますので、ペーパーバッグ法は行わない方が良いでしょう。では、次のように対処してください。吸う、吐くが1対2になるくらいの割合で呼吸する。10秒程度かけて一呼吸し、少しずつ息を吐きましょう。吸った後、1、2秒程度息を止め、ゆっくり吐き出してください。介助者は安心させられる言葉をかけてあげながら、胸や背中をゆっくり押して、呼吸をゆっくりするように促してあげてください。周りが驚いて焦ってしまうと、不安が大きくなり、呼吸が荒くなってしまうので、落ち着いて対処しましょう。しかし、過呼吸の発作が起きた時に、必ずしもそれが過換気症候群だとは限りません。他の病気が似た症状を引き起こしている可能性も考えられます。心配な方は一度検査を受けてみてください。チャンネル登録お願いします。